ズのミネミュージック、洋楽を聴いてるとですね、たまに日本語が出てくることがあります。まあ、大概珍妙な使われ方、変なちょっとなんかんって感じのね使われ方してることが多いんですけどもね、なんかそういったニッチなトピックについて話していきたいと思います。まずですね、もうこれ結構古い曲なんですけども、ナットキングコールってジャズピアニストですね、まあボーカリストでもありますが、 LOVE ラブって曲をねつるっと日本語で実はやっているんですよ。これはなかなか、名曲ですよ。もう日本語上手ですね、歌うまいし。まあこれなんか、6カ国語ぐらい、フランス語とかドイツ語とかね、いろいろやった中に、日本語も入っていてってことでね、まあ日本語バージョンが、出ているんですが、それのね最初期の例と言えるかなと思います。でですね、時は流れ、70年代、我らが、クイーン、もう日本が大好きなクイーン、いやもう相思相愛かもしれません。クイーンも日本がね大好きみたいですね。フレディも実は、手を取り合ってというね、もうサビが日本語の曲をやっています。これね、もう日本のファンに感謝を表明する曲みたいでね、これブライアン・メイ作曲の、名曲ですね。クイーンファンでね、結構これ実は知らない人多いんじゃないかな。ベスト版とかに意外と入ってこない曲だったりするんだけど、すごくいい曲です。ロックの中に日本語がバチバチに出てくる最初期でないでしょうか。そしてですね、ジョン・レノン、ソロになってからのジョン・レノンもやっぱり小野陽子とで、ね、結婚しますから、日本との馴染みが深いです。ジョン・レノンのねマインドゲームスという、アルバムに入ってる、名盤に入ってる曲で、愛すませんという曲、まあ、はいすいませんみたいな感じのね、ちょっと拙い感じの、これ小野陽子に対する謝る気持ちを表現した曲みたいですね。当時ジョン・レノンちょっと精神的に荒れてて、アメリカ政府からねこの平和活動に対する妨害みたいなのを受けてて、ちょっと気が立ってて、で小野陽子にいろいろ当たっちゃうところがあったみたい で、それを謝る内容の曲なんですけどね、これやっぱこのもうジョン・レノンのメロディーセンスが光る綺麗な美しい楽曲ですね。可愛らしいジョン・レノンのね日本語が聴ける楽曲となってます。続いてデビッド・ボーイもまた日本とね馴染みが深い人ですね。まあ、グラムのこの舞台の演出とか歌舞伎からかなり影響を受けてたみたいだし、山本寛斎がデザインしたね衣装をねもうたびたび身につけて演奏してましたけども、まあそんなデビッド・ボーイのスケーリー・モンスターズっていうアルバムの、1曲目、It's No Game、 これ不思議なね日本語のナレーションが入ってきます。最初はデビッド・ボーイが自分でやろうとしたらしいんだけど、ちょっとうまくいかなかったみたいで、日本人のね女性がこうナレーションつけてるんだけど、すごいね象徴詞みたいな感じの内容なんですよ。シルエットや影が革命を見ている、もう天国の自由の階段はないっつってアルバムが始まります。これ結構ね前情報なしで聞いててびっくりした人多いんじゃないですかね。他にもいっぱいあるんですよ実は。セブンティーズ、スティックス、ミスターロボット、もう曲頭からいきなりどうもありがとうミスターロボット、また会う日まで、どうもありがとうミスターロボット、秘密を知りたいってね、そういう不思議な感じですけど、このね、このどうもありがとうミスターロボットってアメリカでは、有名なフレーズみたいですね。みんな知ってるみたい。これ、なんか、目が釣り上がったこの日本人をちょっと、ステレオタイプを揶揄したようなね、ロボットが出てくる PV なんですけども、まあ、ちょっと今の目で見るとポリコレ的にギリギリかなって感じの内容なんですが、まあ、アルバムもね、コンセプトアルバムで、ちょっとそのまま文章読みますね。社会不適格ロックンローラーの罪。まあ、ディストピアものですね。まあ、刑務所になるそういう人がいて、でその刑務官としてロボットみたいね。はいどうも、ビビビ、今日はですね、腹を切ってみたいやっていきたいと思います。はい、ビビビー、ありがとう。他にもドイツの、カンというバンド、ここね、なんとボーカリストが日本人なんですよ。ダモ鈴木っていう不思議な歌を歌う人で、まあなんか前衛的なロックをやってる人たちだから、このドイツ語とか英語が第一言語じゃない人を迎え入れたと思うんですけども、実際ねダモ鈴木が加入してからすごい音楽も面白くなって、まあ彼は非常に才能あるミュージシャンなんですが、途中で日本語で普通に歌っちゃってするんだよね。タゴマゴっていうアルバムの、オーイエーって曲、これは
俺もう本当に何も情報を知らない状態で聞いて、すごいびっくりしました。もういきなり、虹の上からションベンとか、こう、歌い出すわけですよ。ダモス鈴木。これね、結構面白い。日本語話者としてこの曲聴けるのすごい、特別なことだと思います。いきなり唐突に出てきます。続いて、バッドフィンガー74年のアルバム、Wish You Were Here。No One Knows って曲があって、で、この曲のね、中間部に、誰も知らない。誰も知らない。ってこう、声が入るんですよ。で、これがね、なんとサディスティックミカバンドのボーカルの加藤美香が、言っていると。なぜかちょっと外国人なまり風の日本語なんですよね。まあ、おそらくなんですけども、プロデューサーがクリス・トーマスなんですよ。加藤美香さん、まあ、加藤和彦の奥さんだったんだけど、当時。クリス・トーマスと浮気して、まあ、不倫して、そっちに走っちゃうんですよね。だからなんかその辺のつながりで、このバッドフィンガーの版でちょっと参加してんのかなみたいな。そんな感じの推測です。他にもですね、カルチャークラブのウォアソングって曲。これボーイジョージがね、後ろの方で、戦争反対、戦争反対ってこう連呼して曲が終わります。そういうのもあったりとかで、結構だからこの細かいの上げていくと多いんですよね。ナイル・ロジャースのね、まぁ 80s ですね、Let's Go Out Tonight って曲。これはもう冒頭、いきなり、今夜どこかに連れてってっていう、そういう日本語で始まります。これ結構びっくりします。曲頭いきなりそれで始まるんで。まあそんな感じでね、こう、つらつら喋ってきましたけど、やっぱり、これ系で一番俺がイケてると思うのはですね、もうキングクリムゾンの、待ってくださいという曲。この曲かっこいい。エイドリアン・ブリューが参加してた時期の、ちょっとニューウェーブっぽい時期のやつですね。ディシプリンっていうアルバムに、入ってる待ってくださいという曲、この曲、面白い。なんかオリエンタル風のまあバラードなんですけども、非常によくできた曲でね、サビが待ってください。やっぱ若干オリエンタルな旋律とか入ってくる曲に多いかな、そういうなんか日本語出てくるのって。ビーチボーイズもね、実はやってるんですよ、そういうの。思い出のスマハマって曲、マイクラブのね、単独作曲なんですよ。これって珍しいですよね。マイクラブってほとんど作詞はするけど作曲しないじゃないですかね。この曲はね、マイクラブの単独の作曲っていう、思い出のスマハマって曲ありますね。はい、ということでね、マニアックなトピックでしたけども、洋楽の中に出てくる日本語というね、プレイリスト作ってみたんで、ぜひ、ちょっと上から聞いてみててください。動画の中で紹介しない曲もそうだし、日本に馴染みのね、深いバンドの曲とかも、入れた、俺なりのこの洋楽と日本関係史みたいな、そういうプレイリストをちょっと作ってみました。あと、Apple Music で聞けないんですけども、ポリスとかね、あとニューオーダーとか、全編日本語の曲出してます。そういうのもちょっと気になる方はググってみてください。好きなバンドが日本語で歌ってて、グッとくるものがありません。まあそういうのをぜひディグってみてください。はい、それでは。